こんにちは、スターリストのおやむしゅんです。今回の動画では最近僕が見つけた最強の半袖シャツを皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。 夏のトップセラビって結構難しいと思うんですよね。というのも選択肢が結構狭くて考えられるのが T シャツかポロシャツかもしくは半袖のシャツか、まあ、これぐらいが代表的なものなのかなと思っています。まあ、実際ですね、その中でどういったものを選べばいいのかなかなかわかりづらいという方も少なくないかなと思うんですが大人の男性にぜひお勧めしたいなと思っているのがですね、まさしく半袖シャツなんですね。まあ、半袖シャツというとですね、以前は 浅さいイメージもあったアイテムなのかなと思うんですが最近はですねトレンドアイテムとして結構いろんなお店で取り扱いがあるんですねただハンソルシャツといっても具体的には2つの種類がありまして襟型に注目をしていただきたいんですね、まあ、画像を見ていただきたいなと思うんですがレギュラーカラーと呼ばれるような一般的な襟がついたものかもしくはですね オープンカラーシャツと呼ばれるような、最初から襟が開いてるようなものですね。こういったもの、2択なんですけども、まあオープンカラーシャツであったら、先日もご紹介させていただいたユニクロのものがもう最強で、価格もですね、お手頃ですし、素材の雰囲気だとかサイズ感も完璧かなと思うんですが、 一方で、レギュラーカラーの襟型のものだったら、今回ご紹介するものが間違いなくですね、今季買いやすくて、なおかつデザインのバランスがすごくいいので、皆さんにお勧めしたいモデルなのかなというふうに思っています。まあ、早速ですね、もったいぶらずにお見せしたいなと思ってるんですが、こちらなんですね。もう本当にこれは最近自腹で買ったもので、すごく気に入ってきてるものなんですが、グローバルワークのですね、ハウスデシャツになります。 モデル名はアーバンリラックスシャツですかね。確かそんな名前だったと思うんですけども、まあ見ていただくとですね、襟型は先ほどもお伝えした通り、まあレギュラーカラーですね、になっていまして、特徴的なのは胸のポケットですね。 左右対称にこのポケットが付いているところ、ここが個人的にはすごく気に入っているポイントなんですね。というのもですね、まあこういったシンプルなシャツというのは、こういったポケットが付いてないものが多いんですが、最近はシャツアウターが結構トレンドになってまして、その影響もあって、半袖シャツでもですね、こういったポケットの付いたディールのものがですね、ちょっと増えてるんですね。ですのでこれがですね、デザイン的にも良いアクセントになって、退屈すぎなくてすごくバランスがいいかなというふうに思っています。後ほど実際に来た様子はお したいなと思うんですが、まあ、このシャツがすごくいい理由と、僕がですね、グローバルワークのシャツを選んだ理由について、もう少し掘り下げてお話をしてみたいなと思っているんですが、まあ、グローバルワークの立ち位置というのはですね、皆さんはなかなかイメージがつきにくいかなと思うので、ちょっと今日も表にして持ってきたわけなんですね。 僕が動画の中でよくご紹介するショップをですね、今回はこのように表に落とし込んでみたわけなんですが、まず横軸はですね、定番なのかトレンドなのか、どっちを強みにしているのかという軸になってまして、縦軸に関しては安いのか高いのかという形で分類をしてみたわけなんですが、僕が動画の中で一番解説することのユニコというのは、 定番かトレンドかで言ったら、間違いなく定番よりのアイテムが多いお店です。価格帯で言ったら、安い高いで言ったら、やはりですね、半分よりも安い価格帯に入るのがユニクロで、それで言ってクオリティが高いので、ユニコーにはすごい価値があるのかなと思っています。一方で、時々出てくる GU ですね。僕のチャンネルの中では、やはりユニクロよりはちょっと登場回数は少ないんですが、この GU というのはですね、 定番かトレンドかで言ったらトレンド入りのアイテムが多いショップなのかなと思っています。その分ですね、年齢層も僕らよりももうちょっと若い世代ですね、10代20代のお客さんが多いのが GU かなと思っています。まあ価格帯も安いですしトレンドによっている GU があって、もう一つですね、ユニクロの中でもちょっとですね、デザイナーとのコラボレーションラインであるユニクロ U ですとかプラス J に関しましては通常のユニクロよりもやっぱりですね、トレンドによったものが多いんですね。 もちろんユニクロとのコラボレーションでやっているものなので、ものすごい尖ったものではなくて、ある程度ベーシックというところを軸足にしながら、少しトレンド感を取り込むのがうまいのが、ユニクロ U とかプラス J というブランドなんですけども、大体これぐらいの位置なのかなというふうに個人的には思っています。 そして、じゃあグローバルワークというのはどんな立ち位置なのかというとですね、ここなんですね。定番トレンドを軸で言うと、ややですね、トレンド寄りなのかなと思ってまして、価格帯はユニクロよりもやや上で、だいたい平均的な価格になるのかなと思っています。ですので、位置的にはですね、ちょうどいいんですよ。 個人的にもですね、グローバルワークの価格帯というのはすごくいいなと思っていまして、このグローバルワークよりももう少し価格帯が上になってくると、まさしくセレクトショップのオリジナルのアイテムになるのかなと思っています。このグローバルワークよりも少し価格帯が上で、トレンド感もやや強くなってくるのがグリーンレベルなのかなというふうに思っています。まあ、セレクトショップの中にももちろん幅だとか高さがあるわけなんですけども、だいたいこのような位置づけになるよということを頭の片隅に置いていただけると分かりやすいのかなと思っています。 ただですね、このグローバルワーク、個人的にはすごく好きなんですが、最近あんまり買う機会がなかったんですね。正直ですね、これめちゃくちゃ欲しいなというものがあまり多くなくて、というのもですね、ユニクロがあまりに強すぎるんですね。まあ、ベーシックで価格帯が安いものであれば、ユニクロで大体揃ってしまいますし、トレンド感のあるものだったら、このユニクロ U とプラス J で大体こちらも揃ってしまうんですね。ですので、ちょうど中間にあるグローバルワークで買うものがですね、 なかなか見当たらなくて、今季はですね、結構買うことが少なかったんですね。その流れの中で今回たまたまですね、この大ヒットとなるですね、半袖シャツを見つけて個人的にテンションが上がってるわけなんですが、ぜひ皆さんもですね、この後僕は実際に着てみますので、まあ、どういった見た目になるのかを確認しながら、実店舗で見ていただければなというふうに思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ別で運営をしています、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。僕が実際に買ってきたものをですね、その場で来ていろいろとコーディネートしながら解説したいだとか、リアルタイムでですね、週4本ペースで動画をアップしているので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただければなと。 いいう,うに思っていますそれでは早速いってみましょうはいということで実際に着ていましたどうでしょうかもう少し近くでお見せしたいなと思うんですが、まあ、このように着てみるとですね少しゆったりめのシルエットになっているのがわかるかなと思っています今回選んだのはですね僕身長164センチ 5 4キロなんですが、まあ割とですね、普段 S とかそういったものを選ぶことが多いんですが、最近はですね、少しゆったりめに行きたいなということで、あえてワンサイズ上げて M を着ることも多いんですが、こちらはですね、通常サイズの S を選んでも、最初からですね、ちょっとリラックス感のあるようなサイズ感になっているので、これはですね、1枚で着ても今っぽいフィット感になっているかなと思います。まあ袖の長さもですね、最初から少し長めに設定してあるので、このあたりもですね、まさに今っぽい要素になっているんですが、 かといって GU と比べるとそこまでですね大きすぎないので僕ら大人世代にもですねすごく使いやすいようなフィット感になっているかなと思っています、まあ、デザイン自体はすごくプレーンなんですけども先ほどもお伝えした通りこの大きなですね胸ポケットが2つついているところここがですねデザインのちょっとしたアクセントになっているので個人的にはすごくいいのかなというふうに思っていますあと見ていただきたいのは素材の質感なんですよねちょっとですね動くとこのようなドレープ感があるというか光沢感がすごく 綺麗なんですね。まあ素材はですね、ポリエステルとレイヨンの梱包なんですが、レイヨンが入ることで表面がちょっと滑らかな風合いになって、肌触りもソフトなんですね。このあたりはポリエステル100%のものよりは圧倒的に着心地がいいのと、見栄えが上品なのかなというふうに思っています。安っぽい光沢感ではなくて、上品な感じがするので、個人的にはこの色合いがすごくいいかなと思っています。まあ正直ですね、色の選択肢は他にもあって、迷ったんですね。ブラックがいいのかな、ネイビーがいいのかな。 いいのののかなと迷ったんででですすが僕の中では今回はですねこのネイビーを選んんででみたわけなんですね、まあ、ネイビーを選ぶことで少しですね、色に明るさが出て、このですね、光沢感とか色合いの綺麗さというところがすごくわかりやすいかなと思っています。先ほどですね、ウェブで在庫を見たんですが、ネイビーがなくなってましたね。おそらくですね、他のユーチューバーの方とかブロガーの方がご紹介した可能性はあるかなと思うんですが、このネイビー色は今季すごくいいかなと思います。もちろんブラックを買ってもらって、 セッットアップでで合わせるののもすごくいいかなと思うのでその辺りはお好みでいいかなと思うんですが個人的にはこのネイビーすごくヒットだったかなというふうに思っています機能的にもですねすごく優れていてまずは軽いんですね 着ていて全くストレスがないということ、そこはすごくいい点かなと思います。あとはご家庭の洗濯機で洗えるようなマシンウォッシャブルになっている点もすごく使いやすいところかなと思っています。まあ、シワにもなりやすいという点も嬉しいところなので、かなりですね、快適に着やすいような現代的な作りのシャツになっているかなと思っています。僕はですね、コーディネートは結構シンプルに楽しみたいなと思ってまして、内側には白系の T シャツですね。今回はですね、こういったプリントのあるものを選んでいるわけなんですが、普通の無地の T シャツでもいいかなと思います。 そして、ボトムスはですね、少しリラックス感のあるイージーパンツですね。腰にゴムが入って5つもですね、ちょっとスラックスライクな見え方のするパンツ、こういったもので合わせるようにしています。上がネイビーで、ボトムスがブラックで引き締めるというのが、個人的には好きなバランスで、このような形で合わせています。足元はですね、もちろんスニーカー、白レーザースニーカーでもいいですが、まあ、今回はですね、手羽のサンダルを合わせているわけなので、まあ、様々なスタイルに溶け込みやすいので、一着あるとですね、これはすごく便利かなというふうに思っています。まあユニクロだと こういいっったシャツってないんですよねやっぱりユニクロは先ほどもお伝えした通りベーシックなものを軸足としているのでなかなかですねこういったポケットのついたようなハ袖シャツがなかったりするのでここはまさにですねグローバルワークの得意とするところなのかなと思っていますユニクロよりもトレンド感があって GU よりは大人の男性向けというところで素材感も含めて納得のできる一枚なのでぜひ皆さんにもですねこちらのシャツはチェックをしていただきたいなというふうに思っていますちなみに今僕はですねこういったロング竹の パンツを合わせていますがこれはですねブラック系のショートパンツを合わせてもいいかなと思いますまた動画でも説明しているグラミチのパンツとも相性がいいかなと思うので気になる方はそちらの動画も見ていただければなというふうに思っていますはいということで今回の動画ではグローバルワークで購入した 半袖シャツを皆さんにご紹介させていただきました。まあ、最近はですね、なかなかグローバルワークで買い物することが少なくて、ちょっと寂しいなと思っていたんですが、久々にですね、これは完成度が高いなと思うシャツに出会えて、個人的にもすごく嬉しく思っています。僕は仕事場はですね、本当にいろんなお店を回るわけなんですね。 まあ YouTube の動画を撮るために、ユニクロですとか、GU ですとか、グローバルワークですとか、無重視用品ですとか、このようなリーズナブルなショップも行きますし、あとはですね、仕事でいろんな方をスタイリングするので、そういう時にはセレクトショップですとか、ハイブランドですとか、いろんなお店を回るわけなんですが、その中でもですね、この反省シャツというのは、 価格とデザインのバランスの取れた究極の一枚だなというふうに思っています。おしゃれがあまり得意じゃない方も着こなすことができますし、中級者ぐらいの方でもですね、楽しめるようなすごくバランスのいい一枚になってますので、ぜひ皆さんもウェブですとか店頭でチェックをしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの今日もですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。 おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル